牧山山博博恵恵さん立憲民民主社民の牧山博恵です党法務委員会の重要テーマであります、入管法および技能実習法の改正が本日から本格的に委員会審議入りいたします。数多くの論点がある今回の法案ですが、初回ということもありまして、今回は総論的な内容を中心に質疑をさせていただきたいと思いますよろししくお願いします。 まず、外国人の。 受け入れ政策について質問させていただきたいと思いますが、えー、技能実習制度や特定技能制度の見直しを検討するために、令和4年12月から政府の技能実習制度および特定技能制度の在り方に関する有識者会議において、検討が重ねられまして、えー、昨年11月30日に育成就労という新しい制度を提案する最終報告書がご承知のとおり、法務大臣に提出されました。えーこの最終 報告書で私が気になった点ですけれども、それまでこの有識者会議の中間報告では、現行の技能実習制度を廃止して、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設を検討していたものが、最終報告では、現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設。 とされたところが非常に気になるところでして、えー、廃止と発展的に解消、まあ、同じようで言ってです、ねえー、何か本質的に違うのではないかという気がしております、えー、廃止という言葉からはこれまで様々な人権問題を引き起こしてきた悪名高い技能実習制度からの決別が感じられるわけですけれどもこれに対し発展的に解消という言葉からは これまでの府の側面の総括が、曖昧であり、そして技能実習制度の悪しき特徴を引きずったものを構築していくおつもりなのかという気がしてならないわけですね。新しい制度を構築していくにあたっては、人材育成を通じた国際貢献という制度目的と、国内企業の労働力確保という運用実態が乖離して、 どうにもならなくなってしまった現行の技能実習制度から決別するという姿勢が、まずは必要なのではないかと、私は強く思っております。建て前と実態の乖離を放置したまま、新しい制度と言いながら、看板の書き換えの法案を強引に成立させようとするのか、それとも人口減少と、 労働力不足に直面する我が国の実態をありのまま直視し、そして誠実に向き合って、処方箋となり得るものを国民的議論の上で創出しようとするのか、大臣の技能実習制度改正に対する率直なご意見を伺いたいと思います小泉法務大臣あの。技能実習制度は、国際貢献の観点から、まあ、多くの外国人材に来ていただいて、 技術を習得し、また相応の、うん、賃金を得て、まあ、貯金を得て、母国に帰り、家族を豊かにする、あるいは学んだものをおベースに、また新しい活躍の道を開く、まあ、そういうさまざまなあの成功例もあります、したがって、一定の相応の役割を果たしてきたと思いますが、しかし、その中で受け,止める受け入れる日本の側の意識が、やはり安価な労働力としてのこの受け止め、 そしてそこから発生するさまざまなこの不適切なあ取り扱い、まあ、そういったものにさまざまな反省点もございます、しかしま、まず、あ、そこで今回あの、発展的解消という形で新しい制度を作ったわけでありますけれども、あの諸外国から人材に来ていただいてで、日本で学んでいただいて、今度はそれを共に分かち合いましょうと。 いいう考え方でございますしかし、海外から日本に来ていただいて、日本で学んでいただくというそ、その行動は変わらないわけです。全く違うことをやるわけではないので、それは決別しろと言,言われてもその、そのやり方はそこは変えられないわけであります。そこは変わらないんですが、しかし、考え方は日本が少し高いところにいて、恩恵的に国際貢献するんではなくて、 選んでもらう立場、選ばれる日本、そういう視点が入ったことが、今までの制度の在り方とは根本的に違うところだと思っています。選ばれるためにはしっかりと人権の保護、あるいは適正な労働者としての権利の保障、そして幸せになっていただくための、やはりライフ,ライあのライフステージのこう上昇していくための見通し。 そういったものも含めて、日本に来て、日本で豊かになる、日本で幸せになっていただくという観点をしっかりと入れた制度改正に、これはわれわれはまあした、していきたい、まあ、そういうふうに思って、法案をご審議いただいているところであります木山博恵さん、えー、大臣、えー、これまでどれだけの当事者とお会いになったか、私は分かりませんけれども、えー、これまで苦しんできた、あるいは大けがをした、 お亡くなりになった方々、いろんなご家族、そういった苦しんでこられた技能実習生の方々や、周りの方々のお話を聞いたら、私は根本的に間違ったとしか言いようがないと思いますし、また現行の技能実習制度への反省と決別なくして、新たな制度へ踏み出すことはありえないと思うんですね。技能実習生については、転籍の原則禁止。 高額な手数料などの費用の技能実習生からの徴収、残業代の未払いや虐待などの深刻な人権侵害が指摘されており、特に米国国務,長官国務省からは、虐待的かつ、欺瞞的な労働契約により、人身売買の危機にさらされていると、糾弾を受けたほどなんですね。私たちも 様々さまざまな角度から国会の内外で問題を指摘し、そして制度の廃止ないし、抜本的な是正が必要な旨、えー、ずっと訴え続けてまいりました、えー。時の古川法務大臣が技能実習制度について、目的と実態の乖離があるというふうに言っておりまして、今回の見直しにつながったわけです。見直しに踏み切ったこと自体につきましては、まあ、一定の評価をいたしますけれども、 なぜここまで強い批判にされていたにもかかわらず、見直しへの動きがここまで遅くなったのか、ご説明いただければと思います小泉法務大臣、はい、あの技能実習制度は、平成5年に制度が創設をされ、これまでも問題事案の発生や人権保護の観点からの指摘を踏まえて、えー、改正が行われてまいりました、平成22年施行の入管法改正。 あるいは平成29年施行の技能実習法の導入などによって、累次にわたり制度の適正化が図られてきております。まあ、そうした検討の中で、えー、技能実習法に定められた見直し時期、2022年、入管法によって、えー、規定された見直しの時期年、2021年、まあ、この時期とを睨んで、えー、古川大臣が、 勉強会を作り、見直していこうという動きを早めていただいたわけであります。 その結果、関係閣僚会議を作り、有識者会議を作り、この法案に結びつくさまざまな議論を幅広く行ってきたところであります。さまざまな努力の積み重ねの上に、この制度は是正をされ、さまざまな方の努力の上に、この制度はブラッシュアップをされていく、そういう過程に我々は差を指しておりますので、これからももちろん、普段の見直しは必要になってくると思いますが、ぜひ、ぜひそこをご理解をいただきたいいと思います秋山博之さん。 技能実習は創設以来30年以上ですね、長きにわたってさまざまな批判を受けてきたわけです。法務省は人権を所管する官庁として、これだけの問題を結果として放置し続けた、それは事実ですので、猛省が必要だと思います。法務審議の大前提となる外国人労働者の受け入れに関する政府方針について確認したいと思います。入管庁のホーームページを見ますと 今年の4月更新の資料においても、専門的・技術的分野の外国人は積極的に受け入れ、それ以外の分野の外国人はさまざまな検討を要するとあります、そしてその根拠として挙げているのが、平成11年に閣議決定された第9次雇用対策基本計画と、平成31年の出入国在留管理基本計画です。 この技能実習法改正案の提出によっても、この古い 閣議決定と法務大臣決定の計画に基づいて、これまでの政府方針を堅持するお考えなのでしょうか、そしてもう一つも、もしそうだとすればです、ね、新制度における育成就労外国人は、専門的・技術的分野の外国人ではないということで、さまざまな検討を要し、積極的に受け入れるつもりはないとご認識でよろしいでしょうか。大大臣臣の明確なご答弁をお願いいたします小泉法務大臣 あのご指摘がありましたように、政府としては、専門的技術,技術的分野の外国人については積極的に受け入れる一方で、専門的技術的な分野以外の外国人の受け入れの在り方については、社会的コスト等の幅広い観点から、国民的コンセンサスを踏まえつつ検討する、まあ、そういう方針でございます。この方針は本法案によって変わるものではございません池山宏恵さん。 以前、専門的技術的分野以外の外国人は、我が国にとってだけ一方的に都合が良い労働力として、安く使い倒そうという姿勢が明るさまだったわけです。その姿勢がもたらした悪影響は、今でも至る所に残っております。同じ日本で、共に暮らす共生のパートナーとして、ですね、敬意を持って、 私は接するべきだと思います。尊重するべきだと思います。え、育成就労法案と合わせて、永住資格の取り消しを含む入管法改正改定案が出されております。これは今年の2月9日の関係閣僚会議による最終報告書を踏まえた。政府の対応について。 において育成就労制度を通じて永住につながる特定技能制度による外国人の受け入れ数が増加することが予想されることから永住許可制度の適正化を行うとされたことを受けたものですしかしですねこの件は技能実習制度そして特定技能制度の見直しに向けた有識者会議において全く議論されていないんですね 機能実習の廃止、そして育成就労の創設については、検討結果が適切に法案に反映されているかどうかはさておき、有識者会議における検討を経ています。なぜ、えー、このようにですね。永住権取り消しのような重大な問題が有識者会議で会議で検討されていないのでしょうか？小泉法務大臣。 これはあの令和元年の11月の世論調査から始まりまして、令和2年2、4月の第7次出入国管理政策懇談会、またあ令和4年の外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ、こういったところでずっとこの永住者に対する在留管理の在り方の適正化、この必要性、なかなかその 納税義務を履行してもらえない方がまあ出ている、まあ、そういう指摘をたくさん受け、まあ、行政的な対応に関して、さまざまな取り組み、検討を行ってまいりました、そして最終的には、令和5年の11月から地方自治体へのヒアリングをまあ確認のため行い、さまざまなこう不履行があるという事実があり、まあ、それに基づいて今回の立法に至ったわけであります。あの短期間にこ つまんできて作った政策ではなくて、まあ、今から5年、6年、7年、そういう長い時間をかけて、さまざまな意見をいただき、ステップを踏んでやってきた、その結果として今回、法改正をお願いしようという結論に至ったわけであります。木山さん 今、大臣がおっしゃったさまざまなところからの、まあ、訴えあの、永住者の方々が税金を払わないという、そういった訴えがあったというお話を今、されてましたけれども、その数はわずか、その訴えに応えてです、ねあのえー、出向いていったのが、奈、え、良、ー、自,自治体というふうに聞いております。それ以以外の 1, 以上のの上自治体からの ななどは確認されていないんですね、まあ、それも7自治体をどうやって選んだのかなって、えー、部会でも聞いてみたんですけど、それもどういう基準でこの7自治体だけ選ばれたかも教えてもらえてないし、そこで容易に、えー、取れる、統計ですら取ってきてないんですね、あのただ行って、そして何やってきたのかということも教えてくれない。でそののも言いました1700以上の あのもしかしたらクレームが出てない1700以上の自治体からの,の中からな、なぜこの7自治体なのかということも言われあの聞いてないです。日本人の滞納のケースよりも、えー、悪質だと、永住者の方が滞納、えー、に関しては悪質だと根拠づけられたわけでもなく、後から検証するための記録も公開しようとしてないわけですね。こののようなな裏付けのない事例を持ち出して 何を主張としていたのか私はあの本当に部会で聞い,てあの聞いたお話、意味不明としか言いようがなかったんですが、これについていかがでしょうか、大臣。小泉丸山次長申し訳ませんまずあの私の方から、7つの自治体を選んだ基準といいましょうか、どうして7つの自治体を期したかということをご説明申し上げますと、これにつきましては、やはり永住者の状況について実情を知りたいということがございましたので、 永住者を含む在留外国人の数とか、永住者の割合が多いということを勘案しまして、7つの地方自治体から選定し、アリングを実施したものでございます。また、国会の制度でございます、大臣からもご答弁しておりますけれども、永住許可をする時点では皆さん、公的義務を履行されていることを確認し、永住許可をしている。その後 滞納とかする方がいらっしゃると自治体の声もありますし、また一部でございますけれども、私の審査の中でもそういう事案が確認されているということは従来からご説明させていただきいい今、あの割合というふうにおっしゃってましたけれども、その割合がどれ,どれほどひどかったのかっていう、今の,あの答弁の裏付けもの後ほどで結構ですので、あの出,しあの出していただきたいと思います、委員長。 お願いします。ただ今の件につきましては、ご報理事会において協議いたします。はい、えっ、ー、と本当にあのそれ以外の1700自治体がなんであの1700自治体のとこ,こに行かなかったのかということもあの後ほどお知らせいたあのそあの裏付けをお知らせいただきたいなと思います。委員長お願いします。はい、ただいまの件につきましてもご報理事会において協議いたします。はい、まああのこの不自然さはですね、必要性に応じて。 えー、順当に取り組むべき政策として、えー、提起されたのではなく全うではない経緯で、えー、取り上げられたということを示すものだと思います、えー、必要な議論の段取りを踏んでいないのはですねあのさっきの有識者会議で議論されていないというお話に戻りますけれどもまあ、あの。 それだけではないんです各種の検討機関で関係者など各方面から幅広く意見を聞くとともに、えー、諸外国の永住許可制度の例も参考にするなどして丁寧な議論を行っていく必要性が指摘されていますまた、えー、公的義務の履行状況をはじめとする永住者の実態について調査を しっっかり行ってですが、衆議院法務委員会において、永住者の実態調査、当事者や関係者からのヒアリングのいずれもろくになされていないことが指摘されました。まずはこの論点における諸外国の制度、状況の調査の結果をご,、えー、ご開示ください森山次長。お答え申し上げます。 え永住許可を含む各国の出入国管制度は、これを構成する個々の制度が相互に密接に関連し、全体で適切に機能するように設計されており、例えば、永住許可制度といった制度の一部のみを取り出して、我が国の制度と単純に比較することはできないものと考えております。その上で、公的義務の不履行が、永住資格の喪失などにつながりうる例につきまして、諸外国の法制度について、網絡的に把握しているものではございませんが、 調査した範囲では、米国におきまして、適正な納税申告を行わない場合、永住権を失わせることを可能とする法制度を取っている、ドイツでは、放棄に対する単に散発的、または警備ではない納税義務違反を犯した場合などに、永住権を失わせることを可能とする法制度を取っていると承知しているところでございます。これらも参考にしつつ、今般のの永住化制度の適正化においては、 公訴効果を支払いをしない場合について、永住者への本法への定着性にも配慮し、慎重に実断するという観点から、取り消し自由を単に公訴効果の支払いを行ったこと怠ったことではなく、故意に公訴効果の支払いをしないことに限定し、さらに永住者の在留資格の取り消しをしようとする場合には、原則として他の在留資格に変更することとしたものでございます木山宏恵さんあの。なぜ国民の納得 得るのに、えー、必要な議論の段取りを踏んでいることの説明がなかなか出てこないで後出しで答弁されるんでしょうか当局の答弁が正しいということであればですね、今回の永住権の取り消しという、えー、施策に、えーえー、基づいたですね、海外事例の調査の結果をまとめた文書が あるはずだと思うんですねで海外事案の調査、分析など、政策規案のための調査結果は、できれば国民,て国民間、少なくとも関係する複数の政策担当者間で共有しなければ意味がないわけですから、そのあるはずの諸外国の永住許可制度に関する調査、報告文書を理事会にご提出いただけますよう、委員長、取り扱いいただきたいと思いままますた、はい、ただいいいの件ににつきししてて理事会において協議いたします。 また政府ですら、当初は必要と考えていた調査、えー、検討でしたのに、なぜそれを飛ばして法案を提出したのかをご説明ください、大臣。小泉法務大臣、はい、これは先ほどご説明いたしましたように、令和元年の世論調査から始まり、令和2年、えー、政策懇談会、令和4年、えー、ロードマップ、こういった ことを検討し、またこういった懇談会を開催し、こういった調査を行う過程で、さまざまな意見を、さまざまな実態を我々は聴取してきています。その積み重ねの中で、最終的な確認として、令和5年の11月から12月にかけて、地方自治体へのヒアリング調査も行ったところであります。またま、外国の状況についてはごく一部でありますけれども、今、ご説明したような情報もございました。 こういった積み重ねの中で検討を進めてきて、そして、えー、地方自治体からは、なかなかその納税義務を履行してもらえない人がいる、そういう方々に対するやはりペナルティがなければ、政府は動かない、そういう声がたくさん寄せられるようになりました、それを踏まえて、今回の立法措置に至ったわけであります、立法措置の,の案の作成に至ったわけであります秋山博恵さん。 大臣がおっしゃられた、あのたくさんそういったあのの納税しなかった方々がいた、その数も知りたいですし、あの母数も教えていただきたいし、やっぱりあの統計に基づいてあのおっしゃってるんだと思いますので、統計に基づいて、あのぜひ、えー、その資料を出していただきたいとあの、早急にこの資料を出していただきたいと思います。 えと審議の中で、えー、きっちりとです、ね、こ,れをこの点を検証したいと思いますので、えー、ぜひ、あのえー、この点もお願いいたします。長はい、ただいまの件につきまして、合事会においいて協議いたします、はいまあ、そもそも論なのですが、永住につながる外国人が増加することをあたかも好ましくない、どちらかといえば抑制すべき事象のように語っておりますが、永住外国人の増加は何か問題なんでしょうか、大臣。 小泉法務大臣いや、あのあの問題はない、我々は国を開き、まあ、より多様化を求めて進めていくわけでありますから、あのそれが問題だとは全く思っておりません秋山博さんあの。問題ないとおっしゃるんでしたら、あの本当にあの、えー、先ほどもちょっと理解に苦しむ。 まあ資料も出していただきたいあの、本当に7自治体がどういう理由で選ばれたのかとか、どういった基準でこの7自治体以外の1700以上の自治体が選ばれなかったのか、うん、まあ本当に数字や説得力を持って、ぜひお答えいただきたいと思いますし、また、 これまでに先ほどの自治体の調査に加えて、ほかにもこれまでいろんなことを調査して,してこられたと大臣、さっきおっしゃっていたので、その点についても、これまでの経緯に至、えー、るまでのさまざまな調査の結果を行政文書として、えー、当理事会に提出いただくよう、委員長、お取り計らいください、はい、ただいまの件につきましては、五国理事会において協議いたします。まあ,あからさままに語られませんが我がが我国国で永住外国人が増加すること 自体好ましく思わない層から、今回の永住権の取り消し施策などが提起、支持されているのではと感じることがあります。予算委員会で私が岸田総理に提起しましたとおり、移民や在留外国人について、我が国がどのようなスタンスを今後、取るべきかという、国民的議論 を回避し続けていたあ、そういった対応がですね、このような事態を生んでいると感じたんですが、どのようにということについ、えー、まあ、このこれに対してですね、岸田総理はあのしっかり答えてなかったです。まあ、しかしですね、新制度によって永住につながる就労者が、えー、大幅に増えるという前提は必ずしも正確ではありません。 技能実習および特定技能1号での在留期間は、永住資格に必要な就労期間には含まれないのであり、えー、現に永住につながる特定技能2号の在留者だけなんですね、この肝心の特定2号で在留する外国人は、2024年の2月末時点で、なんと48人しかいないんですでわずか、まあ、2桁です。 これでは永住者が大幅に増えるという過程が成り立ちません、この事実は非常に高いハードルとしか言いようがありませんが、大臣、私の理解は誤っておりますでしょうか。小泉法務大臣。はい、その,あのご,ご議論の前に、ちょっと先ほど申し上げ、そびれたんですが、永住者を増やすためにも、中長期的に大勢の永住者に日本に入ってきていただいて、定着していただくためにも、 そういった債務不履行、納税義務の不履行、あるいは犯罪、そういったものを犯すごく一部の悪質なあ振る舞いをする永住者については、きちっと対処することで、国民の永住者に対する信頼を維持して、国を開いていくことができるんだと思うんですよね。そこに目をつむってしまってて、しま 国民がさまざまな批判の目を持て、批判の気持ちを持てば、容易に永住者を増やしていくということはできなく難しくなってしまうと思います。そこをぜひ落ち着いて考えていただいて、ですね長い目で見て日本を開かれた国にするためには、ごく一部の悪質なね永住者の方々に対する適切な処置をしっかりと取るということは、やはり必要なことだと我々は判断しているわけであります秋山博さん。 まああの一部には税金払わ,な払わない、あるいは払えない方々がいらっしゃると思います、日本人の中にも多くそういう方はいらっしゃると思います。私が言っているのは、同じ人間として扱っていただきたいということです、えー、そもそも特定技能1号と特定技能2号とは全く違う在留資格と考えるべきであり、エスカレーター的につながっているものではありません。 これは必要とされる技能レベルに大きな差があるためです。特定技能2号には熟練した技能が必要であり、そして基本的に技能検定、一級レベルが要求されています。例えば、これまで最も多く特定技能2号を排出してきた建設業では、具体的には一定の複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する能力と、班長としての実務経験も必要とされています。言語的に ハンディがない日本人でも、誰でも、誰もが、えー、このレベルに到達できるステージではないわけですね。したがって、新制度によって、永住につながる就労者が大幅に増えると考えることは、私は不要な心配、まあ、心配っていうのも変,な変ですけど、まあ、不要な。ああの 考えだとに過ぎず、こうしたあ誤った前提に立った永住資格の取り消しは現時点で議論すべき根拠を全く欠いているものと言わざるを得ないと思います。大臣いかがでしょうか。小泉法務大臣。あのまあ、永住者が増えるだろうということをまああの政府が何回か申し上げているとは思いますが、本質は永住者が増えようと増え増えまいと一人一人の永住者の この行動に着目をして不適切な行動があれば是正をしていただくと是正がうまくできればより多くの永住者に来ていただく道も開けるとそれが事柄の本質だと思います永住者の数が増えるからそれがあの決定的な理由ではなくて増えようが増え,増えまいが一人一人の方々の振る舞いについてしっかりと ににあの在留管理の観点から適切な対応をさせていただくための根拠となるう法制度をぜひ認めていただきたいと、こういうふうに、まあ、お願いをしているところであります秋山博恵さん。 あの今の、えー、法,律に法案にある永住権の取り消しというのは、ですねあの共生社会の実現には真っ向から反します、つまり我が国が目指しているはずの共生社会とは真逆のメッセージを世界に発信することになります、えー、本当にこんな法案が通ってしまってよろしいんでしょうか、えー、通告しておりませんが、政治的姿勢に関する質問、最後の質問として大臣にお願いしたいと思います。小泉法務大臣 まあ、ごく限られた例で、アメリカとドイツの例しか今、申し上げられませんでしたけれども、諸外国においてもやはり同様の考え方を取っている、まあ、国はあるわけですであの、日本人と比べて不公平だっていうご議論も、まあ、折々あるわけですが、まあ、日本人はもともと入管の許可を得なくても、日本人として生まれてくれば日本に在留できるわけです、もともとスタートが違いますよ、永住者とは。 外国人ですから、やはり一定の許可があり、入っていただく、その許可条件が満たせなくなれば是正をしていただく、それは日本人と違うじゃないかと、いや、それは違うんです、生まれの段階で日本人は入管の許可なくて、ここで生きていけるわけですから、それが不公平だって言い出したら、これはもう国籍やめろって話になるじゃないですか、だからそこもよく考えていただいて、外国人を無理に、無理にその苦しめようとしているものでは全くなくて、むしろ入ってもらうために、 その一部の悪質な人を対応したいと申し上げているわけです、そこをぜひご理解いただきたい。山博さん総理のお考えとは、私は根本的に違うということを申し上げて、質問を終わらせていただきたいと思います。